4年半前はわずか17秒で決着がつきました。ローキックを牽制で見舞っていきます高坂。タックルに高梨タックル、まずは高坂が動いた。高坂から試合を動かす。上になったのはヒョウドルだ。このヒョウドルの反応は怖い。ヒョウドルの拳が氷の拳を引き寄せてくる。氷の拳が振り落とされてきます。リベンジを使うエメリアエンコ。ヒョウドル守りを固める。高坂しのぐか。早くも高坂の期待から鮮血が見られる。氷の拳のそれの鋭さを感じているか。高坂踏みつけて離していく。時計が止まります。うわこれは高坂潰された。森さん、はい、最初からのどうも指示なんですよね。あそうですか。いきなり早く行けと、こういう声が飛んだ刹那の出来事でした。しかしその後このヒョードルのラッシングパワー、これだけの拳をもらって、やはり高坂は左の目頭目尻でしょうか、鮮血が見られます。出血しました。このドクターのチェックはどうか。かなり切れではいますが、普通ならばそのまま失神し KO というのもおかしくない状況なんですが、あセコンドの吉田ほとんどなんかガードしとったと思うんで、あそうですか、一発だけ多分いいのが入っちゃったような感じなんですかね。日本中の格闘家たちがその団体の垣根を越えて高坂の元に集まって、高坂の技とそして何よりも高坂の心を学びに、これだけの選手たちが高坂の元に集まる。試合を止めてほしくはない、そういう表情ですね。あくまでも高坂は戦い続けるつもりです。並大抵の気持ちではこのリングには上がっていません。しかしそれはこのヒョードルとで同じ。さあ試合はどうだ、動きそうだ。傷を負った高坂、やはりヒョードルの拳の切れ味は鋭い。不用意には近づける。それでも近づいていくのは高坂が、高坂から拳を振り回していく。それをカウンターで受ける形のヒョードル、危ないぞ。高坂が仰向けになっている。森さん、はい、傷の状態は浅いということなんですが、視点がボケているということでちょっと時間を要したようです。あなるほどね、はい、ですから身の方も大丈夫だようです、はい、さあしかしなんといっても高坂には3ミッションがありますが、これは危ないぞ。膝が飛んでくる。次の拳だ。容赦なく拳を振り落としていくエメリアエンコ。ヒョードル飛び込んできた。いや大切ですね。無敵の帝王が飛び込んでくる。これはもうヒョードルもこれ潰しにかかってますね。高坂を完全に、高坂はここは攻め込まれています。耐える時間です。あえてこのヒョードルを指名してプライド初参戦の高坂、この世界で4年半前ヒョードルに土をつけた唯一の男。しかし目尻に傷を負って、ここも左の拳を顔面に受けている。手刀で打ってますね。手刀で。これヒョードルも完全に心を潰しにかかっています。返してますよ。右手も返してますよ。上から圧倒的な圧力でヒョードルが攻め込んでいる。高坂のディフェンスは桜庭さんどうですか、はい、守れてますか。高坂はかなり鮮血はありますけどもね、はい、2回目のドクターチェック。ヒョードルが世界で恐れるとすれば唯一この高坂、その高坂を潰しておいてさあミルコへと、そんな思いがあるでしょう。ヒョードル、これだけあの拳を落とされると小見さん、はい、ファイターとしてはなかなかペースは取り戻せませんよね。そうですね、逆転技が多い高坂選手ですから、時間かけたいんですけど、はい、なかなかそのチャンスもらえませんね。なんかその隙間をね、ヒョードルが許してくれないという感じがします。はい、さあドクターチェック2回目入りましたが、これも大丈夫なようだ。ただ圧倒的にヒョードルが攻め込んでいる。先ほど時計が止められる前の体勢から試合はリスタート。依然高坂は厳しい状況ですが、ただ高坂はこの状況から逆転することは可能なだけの技術は持っていますが、下からのコントロールうまいんですよね。ありますからね高坂は。ただこの右の拳だ、真正面から入ってきたエメリアエンコ。ヒョードル、そうです、プライドヘビー級王者の拳。反応はいいですよね、常に反応がいい。ヒョードル選手、森さん、はい、出血はあるんですが傷の方はまだまだ問題ないということです、はい、ただこれヒョードルも、ま、パウンドグラウンドに付き合ってくれてはいます。
小池さん、何しろ高坂はですね、寝技になれば 100% 勝てると、はい、そう話してましたからね、はい、穴があるって言ってましたもんね。ある意味これパンチをもらいながらその穴を見てるのかもしれませんよね、はい、多分冷静に見られてるんじゃないでしょうか、今左腕を取りきましたね、はい、下から決めに来ました。ヒョードルの肩ごと左腕を今抱え込もうとしています。下からの高坂くぐり抜けてきた修羅場の数ではヒョードルには負けません。いや、むしろそれを凌駕している高坂。あの金網の舞台アメリカの UFC でも初めて定期参戦した日本人となりました高坂。修羅場という修羅場を知り尽くしてきている男です高坂。ただ相手はヒョードル。しかしコントロールしているのは高坂が抱え込もうとしている。これ桜庭さん、高坂が何を狙おうとしているのか分かりますか。十字か敵ケシダスとか、はい、あのヒョードル選手がなかなかくっついてくれないんで、はい、なかなか TK シザースもかけづらいんじゃないですかね、セコンドから吉田。この状況からどう返していくか高坂。寝技になれば 100% 勝てる自信がある、ヒョードルには穴があるんだと話していた高坂ですが、それを上回るヒョードルのパワー。4年半前土をつけた高坂、ただこの4年半の間にヒョードルはありとあらゆる世界中のヘビー級ファイターたちの魂を吸って大きくなってきました。シュルトもヒーリングもノゲイラもゲイリーもコールマンもランデルマンも、そして日本では小川も藤田もこのヒョードルを倒すことができなかった。あと1人可能性があるとすればこの日本の高坂か。耐えている高坂、この苦しい状況からゴミさん、高坂は何か狙えますかね、どうでしょうか。そうですね、技を仕掛けながらパンチを防いでるって形ですね。何か仕掛けはありますかね。足をつけたり、はい、三角狙ったりなんですけど、まあ、仕掛けるまでが精一杯なんですね、はい、ここは体勢を変えようとしている高坂。これだけ攻め込まれながらも体勢を変えようとしている、狙ってはいます。取られる時の反応がいいですよね、はい、高坂選手が取ろうとするともう引き抜いてパンチですね、ですからこうヒョードルが動いた後必ず何か狙ってますよね高坂は、はい、ノギラ選手とやった時もそうなんですよね、はい、これだけ攻め込まれながら、これだけ出血を見せられながら高坂はしかし狙っている。決して高坂は諦めてはいない、全く諦めてないです、三度時計が止められました。高坂の傷の具合がチェックされます。森さん、はい、もうヒョードルサイドはね、もう打っていけ打っていけばかりなんですが、はい、ヒョードルがね、もうその切れてるところばかりを打っていくんですね。ああ、なるほどね。これはもうヒョードルとしては絶対に壊しておかなければならない相手です。再びこの高坂の前に止められるようなことがあればヒョードルの出さ、しかしこの状況もヒョードルが上、高坂は下から、しかしここもかかと落としていく。わずかに見えるであろうか、その隙間を何とかして見つけようとしている高坂、それを力で潰していくヒョードル。ノゲイラも勝てなかった、ノゲイラさんも倒せなかったヒョードル。そのヒョードルが力任せに高坂に対して拳を奪っていく。残りは4分第1ラウンド。もうヒョードルの戦い方としては桜庭さん、これでいいですか、はい、そうですね、やっぱりヒョードル選手こういうスタイルも、もう全然自分のペースじゃないですか、はい、このまま潰してしまおうかというヒョードルですが、しかし何か狙われようとするとちょっと隙間を置いた。抜けるのがうまいですね、だ危険を察知する能力というのも高めてるんでしょうね。抜けてまたこうすぐ自分のいいポジションを持っていくのが早いという、まあ、それだけ高坂のその技の力というのを、ね、ヒョードルも感じてるんでしょうね。そうですね、決して油断してはならない相手というのを感じてるんでしょう。十分警戒しながら、はい、相手を攻めてます、ね、圧倒的な力で高坂を壊しにかかっているヒョードル。高坂はかろうじてハーフガード、拳はヒョードルの顔面を捉えている。サイドから狙っていこうというヒョードルですが、まだハーフガード、かろうじて高坂がディフェンスを取っている。森さん、はい、高坂の状態なんですけどね、傷だけではなくかなり目も塞がってきているということ でドクター曰く、はい、厳しい状況になりつつあるということです。となるとひょっとすれば次もし時計が止められるようなことがあれば高坂ドクターストップ TKO ということも考えられますが、日本に残った最後の侍高坂、多くの人の期待を一人で背負ってこのリングに上がってきた高坂ですが、やはり相手はエメリア・エンコ・ヒョードル。この高坂は潰して4年半前唯一の黒星をつけられたこの高坂だけは潰して、さあ次のミルコ戦へ、早くもそんな思いかヒョードル。残りは2分、
今のこのポジションはもう防戦一方ですね。ですね、この状況では守るしかない。ヒョードルの攻め疲れみたいなものもどうでしょうか。拳の動きはやはりまだ衰えない、まだ衰えない。左の拳、吉田がこれだけの形相で高坂に仲間に声を飛ばしている。左右の拳を振り回してくるヒョードルですが、高坂もまだ諦めてはいない。強いパンチを返してますよね、倒しに行くパンチをこう何とか下から見ようとしてますよね。高坂も高坂も改めて4年半ぶりに肌を合わせて、改めてヒョードルとはこれだけの選手だったのか、そんなことを実感しているんだと思いますが、第1ラウンドは残りは1分となりました。傷だらけの高坂、この中から奇跡の逆転はあるのか。やっぱりなんとかこう上になった方がいいと思うんですけどね。この次の接触間際ですね、残りは1分まだ、しかし足場ヒョードルの左の拳、腰が落ちた高坂、そして首を捉えられた高坂の首が力づけで抜いた。ここで一発置くと危ないですね。ここで倒れるわけにはいかぬ。その前のパンチが効いてますね。あの左のストレートですね。その後首を取ったヒョードルですが、あの首脱出しただけでもある意味奇跡かもしれませんが、ここはあとこの第1ラウンドは残り30秒、この30秒はしのいで、そして第2ラウンドのファーストコンタクトにかけたい高坂。これだけの傷を負っています、この第1ラウンドの10分。上からヒョードルの圧力を受け続けた高坂の10分第1ラウンド。ここで第1ラウンドの10分終了のゴングが鳴りました。傷だらけの高坂、果たしてこの後第2ラウンドヒョードルに対して逆転はあるのか。1ラウンド高坂の顔面に拳を落とし続けました。これは最初の動き、最初に試合を動かそうとしたのは高坂、セコンドの指示だというこの高坂の最初の動きですが、ただその高坂のタックルを見事にこらえきって、この後のヒョードルのこの動き、4年半待ってやっと捕まえた相手という思いがこの動きに、ゴミさん何か出てますよね。ヒョードルの気持ちが、そうですね、全く無駄がなかったですね、その後ほとんどヒョードルのペース。そしてこれは終了間際、高坂の拳がぐらりと落ちた。それでもなんとか最後の最後でこらえきった高坂。高坂の気持ちはまだ切れていないはずです。俺の後ろには多くのファンが、そして何より共に戦ってきた仲間がついている。今セコンドの吉田が高坂の汗を拭っています。逆転を信じて2ラウンド目のゴングを待つ高坂。ここでゴングだ。ショーダー、あまりにも悔しいゴング。2ラウンドの開始を待たずして高坂の力はここでついえました。第11試合1ラウンド終了、ドクターサムリー、日本最後の侍高坂、4年半ぶりの対決。しかしヒョードルの首を取ることはできなかった。小池さん、はい、悔しいですよ。なんかやっぱ本当に、でもヒョードル選手、今日のヒョードル選手はいつも以上にまた違った気持ちがこもってる怖さを持ってましたよね。最後まで戦う姿をね、見せてくれましたよね、気持ちをね。ただこの傷の状況を見ると桜庭さん、これは致し方ない判断だったかもしれないですね。ただ最後まで諦めなかったその気持ちは、ゴミさん、はい、しっかりと伝わってきた、そんな感じもしますが、男らしかったですね、はい、ただヒョードルからすれば倒し、あ、今マイクを握ったヒョードル。к сожалению, я был готов не на все 100%. У меня была травма руки. Но в бою против Мирка Крокопа, я думаю, я себя покажу на все 100%. Большое вам спасибо за поддержку. どうもありがとう。この後ヘビー級の最後の戦い、大きな山が動きます。ミルコ・クロコップ対エメリア・エンコ・ヒョードル、両ヘビー級2トップがいよいよ今後対決します。
ここから続いていきましょう。